皆さんこんばんは、この日は雨でしたが、牛脂赤鍋にあるラーメン横綱へやってまいりました。私頼んだのは、昭和47年創業の豚骨醤油1杯680円税込み、これをお願いしました。横綱といえばネギ入れ放題のお店です。ニントン、ニンニク唐辛子ですけども、私はピリ辛というかちょっと唐辛子が苦手ですので今回は入れませんでした。ネギを1杯、山盛りに入れて、まあ、餃子も食べました。もっとなくネギと、麺がよく絡むようにグツグツと張ってますけども、私はネギが大好きで、子供の頃、今から60年ぐらい前の子供の頃、その時でも好み焼き屋さんっていうのがありましたけども、その当時のネギ焼きみたい、今で言うとネギ焼きみたいなネギばっかりで、余分にお金出して初めて卵が入る。今の好み焼きは、卵やら、肉やら、いろいろ入れますが、今から60年ちょっと前の、好み焼きっていうのはネギだけでネギ焼きでした。まあ、ネギは私は大好きですので、たっぷりと、ネギをラーメンの中に入れて食べます。タコナンジャロか、うん、タコナンジャロか、何してるか、ニンニク、うん、だってニンニク入っとらんのまずいの、よかったらまだニンニクとこに、うん、餃子は美味しいよ。さあ、またこの2回目のネギです。2回目ネギをまたラーメンの上に、たっぷりと1杯、2杯、3杯、たっぷりと入れました。本当に私はネギが大好きです。ネギのシューマイ、焼き豚巻きか、チャーシュー麺、水巻きな、ここは麺がほとんど美味しいわ、うん、この時間ね、見るよ。ああ、そうだそうだ、うん、GoPro カメラのお話ですけども、今回 GoPro、カメラ初めて、このラーメン屋さんに持ってきたんですけども、GoPro の純正っていうか正規の、自撮り棒を買いましたので、カメラに自撮り棒をくっつけ、その自撮り棒が、
三脚にもなるんです。テーブルの上にセットして撮影してるわけです。なんかいまいちまだ使い方がよくはっきりわからなくて、まあいろいろ撮影して、勉強していきたいと思ってます。入れるとみんな笑う。たっぷりと一杯。何が？二杯。ねえねえ。三杯。たっぷりと入れました。またネギをつけました。この焼きだってネギ焼きだし。うん。食べないの？あ？食べるよ。寒くある？うん、暑いで暑くない餃子を、私とかへと、1人前ずつ合計2枚頼んだんですが、餃子のお話ですが、この餃子私食べたら、なんかいまいちでした、なんかまずいなっていうことを、お話したら家内が「いやまずくないよ」っていうそんな返事が返ってきまして、ちょっとびっくりしましたが、家内にいわく「餃子おいしくないね」「ラムネおいしくないね」「むしい」「だからニンニク貼ってないで」私は好きやわ。ただニンニクが入ってないのが別に。もうライブあるよ。ライブ出たもん、さっき。出た？うん、だけど残なかったみたい。チャーシューのネギのチャーシューもいくかね。チャーシューでネギ巻きやよ、ネギのネギじゃないよ、ネギのチャーシュー巻きやね。チャーシューのネギ巻き、ネギのチャーシュー巻きか。で食べる餃子の欲しいな。いつもですか？うん。あれ98ね。1人前か。あの人、あの、いくつあるね、あれ。6個ぐらいあるかね。うん。これは時間早いと吸い取るんだね。うん、時間早いと吸い取るんだね。うん、前したらいつもいっぱいやったんだ。またまた、一番真っ最後だったんですけども、また、1杯、2杯。
こと2杯、最後は2杯にしました。もう最後のこれで、今頃ってネギ逃げへんやろ。逃げても豚のまずいな。なんで生で。最後になるとくどくなるで、ネギがあると食べやすいとね、うん、最後になると くどくなって最初はいいけど、いつもそうだ、またあのネギもいっぱい入ってたのが、まあ、全部じゃないですけども、まあ、8割方、食べて、まあ、お腹がいっぱいになりました。でもさ、これにまだあれやね、ビール飲めるよ。誰が？お？あの人ビール飲んでたやん。女の人か？女の人。そこが餃子とラーメンとタレやろ、うん、まだお腹そんなにポンポンないの、ご飯が、うん、まあ会計ですが、ラーメン2人前、1360円、餃子2人前420円、トータル1780円でした。まあまあ、よそのラーメン屋さんに若干少し安いかなと、うん、そんなような気がいたしました。